こんにちは、速稼塾の久保です。もう8年前のことになりますけども、以前私はネットビジネスで1万円すら稼いだことがない方、まあそういう方はね、私のところに来てくださいというふうなことを申し上げました。で、そのネットビジネスをやる上で必要なものは、まずはね、 Gmail が取れること、これが2つ目のお話でした。今お話した2つの条件ね、ネットビジネスで1万円稼いだことがない方いかがでしょうかということと、あとね、 Gmail アドレス取れるだけのスキルがある方、この2つを兼ね備えた方は、私のインターネットビジネススクール速稼塾に来たら、もうね、世界変わりますよって形でお知らせしました。で、一番最初の講義は自己アフィリエイトだったですよね。インターネットで1万円すら稼いだことがない方っていうのは、この自己アフィリエイトを知らない可能性がありますんでね、かなり高いでしょ。だから私の募集案件っていうのは、来てみたら、あ、自己アフィリエイトなんだっていうことでね、覚えて帰る、そしてやって帰る、売り上げが2万3万5万10万と立つみたいなね、そんなスタートでございました。だから速稼塾の初日っていうのはそういうのをやっていたわけなんですよ。さあ、時間は変わります。今ね、ネットビジネスで1000円すら稼いだことがない方でもいらしてくださいって話になりました。ネットビジネスで1000円稼いだことがない方、前回は1万円ってことだったんで、3000、5000円なら稼いだことあるよって人でも私は受け入れてましたけども、今回はね、3000、5000円すら稼いだことがない方、1000円すら稼げないよって人に、私の速稼塾を今ね、こうやってお知らせすることができるんじゃないかなと思います。さあ、でもね、ネタとしてはね、別に速稼塾入んなくてもいいんですよ。だって1000円稼いだことないんでしょ。じゃあ1000円稼がしてあげます。明日には ATM から引き出せます。やってみますか。それがみんなの銀行なんですよ、という振り込みですよね。みんなの銀行というアプリを App Store か Google Store でダウンロードしてきて、そして私の紹介コードをそこに入れるだけ。そうすると、あなたのみんなの銀行というアプリの中に1000円入ってますんで、明日には引き出せますよってことですよね。これによってネットビジネスで1000円稼いだ経験のある人にあなたはなりました。なったということは、他の人に対して1000円稼がせることができる、そんな人にもなったっていうのをね、同時に言えるわけなんですよ。じゃあ、どうやって他者を1000円稼がせることができるのかって言ったら、同じ仕組みを使ってください。で、あなたのみんなの銀行というアプリ開くと、プロフィールを登録する欄がありますから、私の紹介コードを入れていただいて、免許証番号を入れていただくでしょ。そうすると、あなたの紹介コードが発行されますから、あなたの紹介コードを元にまた多くの人に広めていく、友達に広めていく、少なくとも自分の家族2人か3人ね、家族いらっしゃると思うんですんで、そういう方に今最初にモニターとしてやっていただく。そしたら、目の前でお互い、あなたもね、紹介された人もですけども、1000円生まれたことが分かりますので、ああ、よかったよかった、1000円稼いだ経験があるぞっていうふうになります。そしてその活動を続けると、最大で30万稼げるわけですから、ネットビジネス、ネットを通じて30万円を稼いだ実績のある人っていう人ができるんですよね。そういうことをお知らせするために、私はみんなの銀行っていうのを知らせておりますんで、今回もね、このみんなの銀行をぜひやってみてください。もうやっちゃったよって方、紹介活動に行ってください。もう30万いっちゃったよって方は、初めてその経験を YouTube で話してみたらいかがでしょうかということになりますんで、猫も借子もね、いきなり YouTube 始めろってわけじゃないんですよ。みんなの銀行からでいいと思います。これ先月はまだね、これなかったんで言えないことだったんですけども、今は言えます。1000円稼いだことがない方は、まず1000円稼いでください。そしたら1000円を稼がせるような講師にはなれます。結果、その段取りを YouTube で放送すると、遠方の方にもあなたの存在っていうのが引き立つわけですよ。ということがね、私のネットビジネスの速稼塾の最初の日のカリキュラムでございます。全部お話ししました。じゃあ、吉野さん、いってらっしゃい。